ということで勝手に動画がスタートしておりますが、生放送が終わりましてお腹へっもうペコペコ、そしてヘトヘトの私に何やら大熊さんという方から挑戦状というかテストみたいなのが届いてまして、今から私はテストをするということなんですけど、まだ私何にも見せてもらってないんですよ。だからねちょっと消えるペンで持ってきたんですけど、何するんでしょうね。じゃあちょっとやっていこうと思います。うわー、待ってこれひどい。やばいこれちょっと個人的に1番からわかんない。これわかるところから入っていけばいいんじゃないかな。ギフでしょ、在庫でしょ、工作、ここはわかんないんだよな。で、マイ、あって言った。マイブ、ブ、ブ。間違ってる。ジョルリ、絶対ジョルリじゃなかったりするんだよ。ペン、あ、それを間違えていた。あらららら、あー、わかる、そこで、それならわかる、あ、わかる、これならわかる。あ、なんだ、でしょ、で、ぐちゃぐちゃぐちゃ、高速だって、これなんだろう、これが、これ結構簡単ですよね、ですよね。私、これをなんて読むかだよね。死じゃないじゃない、いや、ひつ、これ至るとかそういう感じですよね。ここでだけわかんないんだよな。でも時間かけてられないからな、帰りたいし。必死、これどういう時に使うんだろう。必死に至る。まあいいや、これは分かんないにしましょう。もうこれ分かんないにして見ましょう。答えを答えください。あ、これ必死でいいんですか。必死ってよく、死ぬって書く方じゃないですか。あれですよね。あ、こうじゃないんだ。こうじゃないんだ。死ぬぐらい頑張るみたいなイメージありましたけど、まあいいや。まあこれは間違ってるでしょ。分かんなかったから。キーフ、太鼓、工作、アジア、歌舞伎、ジョール。ああ、よかった。一番だけ。全問正解しろって話なんですけどね。なんか高橋すみれは漢字を読むのが苦手っていうのをね、なんかこうもうちょっと大っぴらにしたいみたいで。でもね、でも一番以外は大丈夫だったよ。大丈夫。でも必死が違うね。やら、でもこれで必死って書きません？書かない。書かないですね。私はこうだと勝手に思ってました。まあでもこれから本読めってことですね。うん。まあこれが続くかどうかは多分動画の再生回数とかコメントだったりとかだと思うので皆さんお願いします。はい、サウンドカフェ、第2、第4、火曜日でやってます。高橋すみれです。どうか要因をよろしくお願いします。はい、では以上、よくわからないままやりました漢字テストの時間でした。バイバイ。